鋼の錬金術師のゲームあるじゃん、ハガレモバイルって言うんだけど、あれさ、私にも何回ガチャ回しても推しのグリードが出なかったの。いやもう本当にね、いくら課金したか考えたくないぐらい課金しても本当にグリードだけ出なかったの。推しなんだけど、ハガレに出てくる、まあ敵ポジといえば敵ポジかな、一旦敵ポジ、うん、ずっと出なくて、でもこの度ようやくピックアップが来たんよ。ピックアップが来て、じゃあ迷ったの。私ここまで、私いくら課金したと、本当に信じられないぐらい課金してるから。だからね、私ね、全キャラ持ってんの、グリード以外、グリード以外は全キャラ持ってんのに、グリードだけ1枚も出ない状況が続いてて、もうガチ泣きレベルだったんだけど、この度ピックアップが来て、そのピックアップが来ると、あの回すたびにね、コインもらえて、それで1枚買うみたいなのができるようになって、いわゆる天井がねできたわけなんですよ。もう泣きながら回して無事天井で出ました。よろしくお願いします。いやもうほんと来ない、もう強欲すぎるわ。無事出た。天井で泣きながらコインで買ったもん。いやもうやっと出たわ。もういくら回したか考えたくなくて、もう見ない、誰かに聞いてほしかった。いやほんとにね、いくらか言えない、いくら回したか言えない。しかもその後血の涙流しながらね、あの貫突まで回したから。俺はグリード、このタイミングで貫突までやんないと、多分一生私はグリードを貫突できないと思って、うおーって。お財布見ながらうおーってやった。もうね、もうやばかった。いやもうやばかったですね。いくらかはもう総額は言えない。もう本当に泣いちゃうと思うし、数えてないしね、数えたら負けなんで。考えるのやめる。あんま覚えてないんだよね、ガチャ回してる時の記憶ってあんまないわけ。もうなんかバーサーカーモードみたいに入ってるから、もうなんかわ、我を失ってるから覚えてないです。